はい、ニューヨージュース。今回ですね、ラジオ体操というのを皆さん知ってますよね。メロディーに合わせてダンス、あの体操をするあの体操です。それのですね、このメロディーを使って歌を作りたいと思います。もう俺のアドリブでいきたいと思います。では行きましょう。てってって、さあ始まるよ。てっ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 て。最近はすごく暑い、雨も来ている。こんなに気温の変化を起こしてしまったら、突然体調が悪くなる。水分補給、塩分補給、大事な季節がやってきた。だけど塩分取りすぎると、トイレにめちゃくちゃ行きたくなる。だから少々食べ過ぎないように注意。特にタブレットを食べるとき。そんなこともいいけども、やっぱりね、水分といったら水とかお茶だけど、これはまだ6月7月8月になってしまうとめちゃくちゃ暑くなる。そんな時海だ山だ行きたいけど、僕は海派だよ。海はめちゃくちゃ広すぎるから、やっぱり水の中の魚見てみたいな。船に乗れば奥と行くこともできる。その世界はやっぱり行ってみないとできないよ。海は広いな、山は青いな、どちらかといえば海派だな。どうして犬は水でこうやって泳げるのだろう。人間は泳げる人と泳げない人の区別がある。最後はやっぱりこの語りを今日してみて、僕はとってもよかったです。以上です。